ねえ、プリンってキングとどこまで行ってんの？キスくらいもうした？は？はぁ？キス？そういえばこの間キングの家行くって言ってたよね。え？ってことはもう全部。何にもしてないから変な勘違いしないで。何にもって全く何も？そう、家に行った時もそういうキスとかする雰囲気に全然なんなかったし。ねえ、キスってどうやってするの？どんな味すんの？やばい、プリンがおかしくなった。プリンに魅力がないからヒカルは何もしてこないのかな。いやいや、そんなことないって。うちがプリンの彼氏だったらすぐチューしてるよ。っていうか、単純に考えてキングってただ奥手なだけだと思うな。プリンに会うまで女の子ともあんまり喋ったことなさそうな感じだったし。案外あっちもどうやってキスするか悩んでたりしてね。てか、プリンからブチュってしちゃえばいいじゃん。相手が奥手ならこっちから攻めるしかないっしょ。プリンから？そうそう、ちょうどこの間桜町に温泉付きの新しいキャンプ場ができたらしいし、一緒に行ってくれば？いいじゃん、キャンプ。カレーとか一緒に作って盛り上がったとこでブチュッとしちゃえ。はい、プリンちゃん、今日の撮影はこれで終わりね。ハロウィンに向けて SNS にアップするいい写真がいっぱい撮れたわ。それは良かったです。お疲れ様でした。はあ、週末、ヒカルを日帰りキャンプに誘ったはいいものの、プリンからキスか。そんなの無理すぎ。あ、そうだ。帰る前に社長に挨拶しとこっと。多分今頃あつみちゃんとご飯食べてるよね。社長とあつみちゃん、お疲れ様でし。た。なんや、プリンちゃんの声2回まで聞こえてきたな。元気やな。はあ、さっきはすごい飲みちゃったな。そりゃ恋人同士なんだから普通にしてるよね。超羨ましい。はい、俺もう我慢できねえ。は？うわ、え、ちょっと待って、またキスしてんじゃん。やめて、ベタベタしないで。は、なんでだよ、そっちが先にベタベタしてきたんだろうが。にゃにゃー、夏くんチュキー。はいはい、わかったわかった。お前さっきと態度変わりすぎ。私来られるのが嫌なの。夏くん知ってるでしょ。はぁ、あ、もう泣いたから帰る、さよなら。なんなんだよこの自己中女。はぁ、あ、プリンも光とキスしたい。へぇ、ここが新しくできたキャンプ場なんだね。今日は誘ってくれてありがとう、プリンちゃん。いえいえ、それにしてもこのキャンプ場、キャンプ初心者に優しいよね。必要なもの全部レンタルできたし。そっち、重いの持たせちゃってごめんね。全然平気だよ。プリンちゃんに持たせるわけにはいかないし。それに僕こう見えて力持ちだか。ちょ、大丈夫？今すごい音したよ。大丈夫。腰やられちゃった。あれ、そこにおるんはプリンちゃん？え、あつみちゃん？こんなとこで会うやなんて奇遇やね。そっちの子はプリンちゃんの彼氏さんやるか。うちも虚無太郎さんとキャンプしに来てんねん。よかったら近くで一緒にせえへん？よし、組み立て終わり。すご、あっという間に準備終わっちゃった。虚無太郎さん趣味がキャンプやからこういうの得意やもんな。お役に立ててよかったよ。それにしても、みがきくん、だったよね。腰痛めてたみたいだけど大丈夫かな。ヒカル大丈夫？組み立て参加できなくてごめんね。本当に情けない。そんなことないよ。ヒカルはここまで重い荷物運んでくれたじゃん。それだけで十分だよ。気にしなくていいからね。プリンちゃん、カレー作るんだったよね。え、作れるの？休んだらだいぶ良くなってきたし、もう大丈夫だと思う。あぐ。え、ヒカル？いててて、まだ腰が。はっ。ごめんプリンちゃん、今のはわざと抱きついたんじゃなくて。わかってるよ。でも謝らなくていいから。だってプリンたち恋人同士じゃん。そっか。なんかあの二人かわいいね。そうだね。あつみさん、もしかしてそれ肩揉んでくれてるの？そうやで。じゃあ僕玉ねぎ切るね。わかった、プリンは人参切る。そうだ。
今日の目的は光とキスすることだった。今思い出した。でもキスっていつどうやってすればいいの？来て、玉ねぎが目にしみる。ちょっと僕目洗ってくるね。大丈夫、プリンも行くよ。向こうに綺麗な川があるからそこで洗っておいて。社長が言うにはこの水普通に飲めるんだってさ。そうなんだ、じゃあ僕少し飲んでみようかな。うん、美味しい。プリンちゃんも飲んでみなよ。口うちで。ん？何か言った？え？なんでもない。この水美味しいね。やばい、もう隙あればキスのことしか考えらんなくなってる。カレー美味しくできてよかったね。ああ、うん、そうだ、キスはまだハードル高いけど間接キスならできるんじゃ。そっちのカレー美味しそうだね。一口ちょうだい。へ？同じカレーだよ。いいから早く食べさせて。味なんてどうでもいいんだってば。肝心なのは間接キスできるかどうかよ。そんなに僕のカレー美味しそうに見えたのかな。でもさすがにこのスプーンじゃダメだよね。プリンちゃんスプーン貸して。え？はい、プリンちゃん美味しい。ちょ、そうじゃない。二人ともパンプキンケーキあるんやけど、デザートにいかが？わあ、食べます。いただきます。これよく見たらジャックオーランタンっすよね。超かわいい。もうすぐハロウィンやからね。そういえば今日ムチリは隣町でやっとるハロウィン祭りに行っとるんやっけ？なんかそんなこと言ってましたね。ムチリ派手なイベント大好きなんだから。二人はコーヒー飲めるかな？この豆美味しいからぜひ飲んでもらいたいんだけど。はい、飲みます。プリンコーヒー大好き。僕もです。プリンちゃんは砂糖とミルク多めで、ミガキ君はブラックだね。虚無太郎さんなんか楽しそうやね。やっぱり好きなことしてると日頃の疲れが吹っ飛ぶよ。パンプキンケーキ美味しかったね。それにこのコーヒーも。そうだね。近いよプリンちゃん。ねえねえ、光が飲んでるのってブラックだったよね。うん。一口もらってもいい？へ？どうしちゃったんだろう。今日のプリンちゃん、さっきからやけに僕が口にしてるものを欲しがるというか、いつもと何か違う。ねえ光、聞いてる？ダメなの？いやいや、そんなことは。どうぞ。やった、これで間接キスできる。あ、そこ僕が口つけてたとこだ。なるほど、これが間接キスね。よし、次は本当のキスよ。わあ、ここ眺め最高っすね。せやな、自然に囲まれた場所でお風呂入れるやなんてええよな。しかも水にオッケーやからみんなで入れるし。虚無太郎さんたちまだかな？あの、あつみちゃん。ん？一つ聞きたいんすけど、キスってどうやってするんすか？キス？プリンまだ光とキスしたことなくて、てか、そもそも誰ともしたことないんすけど。だから、どうやったらできるのかなって悩んでて。どうやったらか、ちょっと難しいな。したい時にしたらええとしか。もちろんそれは相手の気持ちも考えなあかんけど。それができないんすよ。かといってあっちはあっちで何もしてくる気配すらないし、このままじゃプリン一生光るとキスできないかも。まあまあ、そんな思い詰めんでも、お互い好き同士なんやから急がんでもいつかはできるよ。好き同士？今日一日うちはみがきくんがプリンちゃんをどんだけ好きなんか見ててわかったで。そしてその逆も。はい、一旦深呼吸してリラックスしよう。自然の空気は美味しいで。なんか落ち着いてきました。キスも大事だけど、やっぱお互いが好きって気持ちが一番ってことっすね。二人ともお待たせ。もう虚無太郎さんたち遅い。プリンちゃんもお待たせ。かわいい水着だね。その、すごく似合ってるよ。やば、光って意外と筋肉あるんだ。それに比べて、僕の水着は学校のやつで。え、それ学校の水着だったの？これしか持ってなくて。やばい。ダサいよね。ごめんね。そうじゃなくて。同じ学校じゃないと絶対見れない姿プリン見れてるってことじゃん。マジやばい、超レア。ああ、もうやっぱ同じ学校がよかった。みがきくん、よかったらうちの事務所入らない？さっきからスタイルいいと思ってたんだよね。モデルなんてどうかな？うちの事務所今いろんな分野で活躍できる子募集してて。何勧誘しとんねん。いえいえ、僕なんかにモデルなんて務まりません。ダメです。光がもっとモテちゃうじゃないですか。
今日のところは間接キスもできたし、楽しかったからキスはもういいや。あつみちゃんが言うように、急がなくてもいつかはできることだもの。ひかる、そろそろ出よっか。プリンちゃん、階段で転ばないように気をつけておりようね。うん。やばい、落ちる。ひかる、泣いて。ごめんなさい。僕なんかの汚い口が当たっちゃって、早く口洗いに行こう、プリンちゃん。は？なんで、なんでそんなこと言えるの？プリン嬉しかったのに、事故とはいえやっと光とキスできたって、もう家帰る。プリンちゃん待って。プリンずっと、キスしたいって思ってたんだよ。でも、ヒカルはそうじゃなかったんだね。今ので分かった。そんなことない。僕だって、できるならプリンちゃんとキスしたいって、ずっと思ってたよ。え？思わないはずないよ。だって好きな子だから。じゃあ、ちゃんとしよう。ねえ。行きます。やっとできたね。で、ヒカルめっちゃ真っ赤なんだけど、しかもなんか行きますとか言ってなかった？すごく恥ずかしくて。それはプリンも同じだよ。ごめんね、笑っちゃって。でも超嬉しいの。笑っちゃうくらい。確かに、笑っちゃうくらい僕も嬉しいや。でしょ？やっとできた初めてのキスは一瞬で終わっちゃったけど、心に残る素敵な思い出になりました。むちり誘われてないんだけど。